ではこれからは近代遠心流の極意技の紹介に移ろう。知・情・意の円満な人格形成を基本と考える遠心流では、演武に先立つ礼法に重きを置いている。最初は神仏に対する立礼。体の右側に置く刀は柄を後ろに向け、敵意のないことを示す。師と流祖代々宗家への礼。次に鞘の栗型を中心に刀を体の前に置き、刀工と刀の神への礼を送る。修行の刀を両手に捧げ敬う。角帯の内側1枚目と2枚目の間に小刀、外側2枚目と3枚目の間に大刀をつける。鞘に巻きつけてある下げ尾を取り外して蛇口を作り、二の腕につけ懐に収める。これは必要な時相手を動けぬように縛る捕縛術のためである。最後は一円草の所作。死の恐れから心を放ち、合わせて身を柔らかくする呼吸法である。では居合拳法の技の紹介に入ろう。最初は十文字。この技は清めの太刀という意味からも、前の礼法の一部に入るものとも言えるのである。またこの十文字は遠心流刀法の基本であり、書道でいう英字八法に相当するものである。次の技は陣雷。左前の敵に対して切り下げ抜刀、左袈裟打ちして脇納めに納刀する技である。次は天道という技。この技は後ろの敵に対して天突き抜刀、後ろ面打ちして鳥居構えの後十文字納刀をするのである。次はアウン。アウンは迫ってくる白羽のもと、後ろの敵に対してアウン抜刀をして片手で突き入りする技である。
続いての技は無尽六殺拳。アウンバットをして後ろ突き前突き、さらに四方袈裟打ちで六方の敵を仕留めるのである。無尽六殺拳をもう一度。この技は遠心流の特徴である項の型すなわち展開、略の型すなわち省略、用の型すなわち極意まで練り上げた型のうち項の型の典型である。居合拳法初伝の最後は殺走。これは背後の敵を後ろ一文字抜刀で払って袈裟打ちで仕留める。水深構えから第一千振り、第二千振り、さらに血拭いしながら引き納めで終わる技である。では、殺走の技をもう一度見よう。